ヤホネコチャンネル。テアロー太郎。ヨネアンです。なかなか慣れないな。レッドブル、アルボンに2025年から3年契約をオファー。アルボンに25年から3年契約のオファーがレッドブルから出ているんじゃないかと報道が出ております。これ誰が書いてるのか分かんない。これまたピーター・ウィンザーさんが言ってるんですかね。誰っていうのはちょっと書いてなかったんですけど、ピーター・ウィンザーが言ってる。言ってたんですか、うんうん、これ結構名が通ってる方なんですか、ピーターさんって。いや、まあ昔は、あ、昔はチームのウィリアムズ、ルノー、ホンダの後かな、うん、ルノーの時かな、うん、の広報とかやってたんじゃなかったかな確か。で、うん、まあ、その後ずっとジャーナリストやってて、で最後 USF1 のチーム代表 になったはずが、まあ参戦できず、はい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 、その後もしばらくはなんかジャーナリストとしてちょいちょいは来てたと思うけど、まあ、最近はほぼ来てないんじゃないかな。あ、そう、あ、じゃあ USF1 の真実を知りたければ聞けばいい。企業もすごい知ってると思いますよ。いや実はさ、なぜ参戦できなかったかっていうのあ、そういう方だと、うん、結構ベテランの方なんだね、うん、まあまあそのピーターさんがね、うん、レッドブルがアルボンに3年のオファーを出してるんじゃないかっていう、うん、これ何かそのピーターさん的には根拠というか、まあ、言ってるんだから何か情報があったんでしょうねきっと。レッドブル側から聞いたのかアルボン側から聞いたのか、うん、そのどちらかしか知らないわけですから、あ、密室の中の話ですから、うん、当事者から聞かないとそれ以外はガセということになりますよね、うんうん、これただピーター・ウィンザーさんその YouTube で、まあ、語ったと。あ、だこれ YouTube で語ったってことは、これ F1 ライフで我々がこう YouTube で語ったのと同じレベルで、で太郎さんが英語でルルルルとか言ってたら、太郎がオーストラリアグランプリはシャルル・ルクレールが優勝するって言ったって世界デビューできるかもしれない。日本の有名なフォーミュラー1 YouTuber の太郎が言っているっていうふうに書かれてしまうかもしれないですね。あ、なるほど。で優勝手土産にルクレールがメルセデスに行くととか、2020年のシーズンを止めたのは俺だって言ってるとかねっていうぐらいの。いや、まあ一応その、うん、ちゃんとしてる人なので、はいはいはい、根拠もなく、うん、あのね、ピーター G の感想だよとかは言ってないとは思うんですけど、うん、うん、まあ決まってから教えてくんねっていう感じがしますけど正直まあでも実際、まあ、アルボンはその、まあ、1回レッドブルには乗りましたよ、はい、乗り、うん、ね、デビューして半年でいきなりレッドブル乗れって言われて、うん、で半年で、あれ半年だよね、1年乗ってないんだよね。1年1年半乗った。1年半乗ったんじゃないですか、ね、あ、1年半乗ったんだ、うん、で結局、まあ、まあ角田君と入れ替わる形だ。ん、じゃ角田君入れ替わったらレッドブル乗っちゃってる。入れ替わってない、入れ替わってないレッドブル乗っちゃってる。そうだそうだそうだ、うん、あ、チェコと入れ替わった、はい、21年にチェコになって、うんうん、でアルボンはシートを失って、うんうん、で DTM とか1年やってましたけど、ね、角田君のこうコーチみたいなやり方ね。あ、そうそうそう、で降格できなかったんですね。その後、うん、まあ、シートもなかったんで、うん、ウィリアムズに行ったと、うん、だからそういう経緯があって、まあ、まあ実際に本当にオファーがあれば経緯とか関係ないんだろうけど、なんか気分よくなくない、本当に、うん、本当に、うん、あったとしても、いや勝つチャンスがあるんだったらもちろん多分気分よかろうが悪かろうが乗ると思いますけど、うん、まあ、だからアルボンがだからマックスと同じ車に乗って同じチームで勝てるって思うかどうかですよね。もちろん2020年当時のアルボンと今のアルボンは違うし、自分自身も速くなったとかこういうところは強くなったっていうのは絶対あると思うんですけど、それでマックスと同じチームで勝てるって思わなかったらやっぱり乗るのはちょっと辛いですよね。ましてやそのね、車だけじゃなくてチーム全体がマックス中心で動いてるわけだからっていうのはもうよくわかってるでしょうから、そこに行くっていうこと、まあ、もちろん勝てる車に
今のウィリアムズ乗ったら絶対勝てないわけだから、まあね、うん、まあ、勝てる可能性がある車には乗りたいですよね、うん、で2020年の時の19年20年の時のアルボンだったら勝てる車に乗っても勝てなかったかもしれないけど、うん、まあ、今だったら、まあ、今のチェコぐらいはね、うん、年間何回かは勝てる可能性はあるわけで、うん、それでよしとしてレッドブルに乗るのか、うん、まあ、いやそうじゃなくてやっぱり僕は一番になりたいから一番になれるチームに乗るんだっていうふうに考えるのか、うん、まあ、なんか一説によるとアルボンはもうレッドブルはもうコリゴリだって言ってるという、ね、話もありますけど、レッドブルがコリゴリなのかおじいちゃんがコリゴリなのかどっちもじゃないですか、どっちもなのかな、うん、まあでもこれ本当だとしてもちょっとレッドブルも節操ないよねこれ、まあ、うん、それもその、ね、うん、20年で20年とか21年、うん、1年間はレッドブルにまだいてその後ウィリアムズに行ってますけど、うん、その前も結局1回は切られてますからね、うん、アルボンはジュニア時代に、お、まあ、あれはお母さんがちょっと やらかしちゃったんでクビになったんですけど、はいはいはい、まあ、それを、まあ、レッドブルは2018年の開幕直前に誰も乗る人いなかったから、うん、アルボン乗れって言って乗せたぐらいで、うん、まあ、うん、これは全然レッドブルはやりますけど、うん、そうか、そもそも F1 に来たのも超ラッキーに来たんだっけ、そうそうそう、あ、うん、ホームラン E のシートは決まってたんだ、そうそうそう、うん、F2 でランキング2位か3位になって、うん、まあ、ラッセル乗りする、うん、アルボン世代ですよね、で F1 シートがなくてなかったんで、F2 ホームラン E に行きますよと泣く泣く行こうと思ってたけど、うん、直前になって F1 乗るってなったっていう、うん、そうだそうだ、1回も F1 乗ったことないのにいきなり、うん、そうだ、シンデレラボーイって言われてたんだね、開幕前3日しかテストしてない中で乗った、4日だったかな、うん、当時はね、うん、そうでしたね確か、うん、そうだから、まあ、うん、まあ本人もそういう感じ、あ、もちろんだからそれはもう、ね、あの、うん、感情論抜きに実利主義なので、うん、まあ、そこしかチャンスがないのであれば乗ると思いますけど、うん、まあ、なかなかねレッドブルに乗ってじゃあチャンピオンになれるかっていうとなかなか、またそれでマックスに負けたらやっぱりアルボンのドライバーのキャリアとしてはそこで 今のチェコと同じく、うん、やっぱりマックスより遅いドライバーセカンドドライバーってなっちゃうわけで、そこから先がなかなかキャリア築きづらくなっちゃいますよね、うん、今のアルボンはいや早いよねすごいいいドライバーだよねっていう評判になってるけど、うん、これでレッドブルに乗ってマックスにまたボロ負けしちゃったら、ああもうやっぱないねってなっちゃうし、まあでもこのレッドブルさんっていうチームはその常にあれだね、あの外からの話になっちゃうね、いう中のレッドブルジュニア出身ですから元ね、うん、まあでも今はね、うん、ビザの方には、うんうん、リカルドもいるわけだし角田選手もいるわけだし、でもその辺の話はもう全然出てこなくて、特に角田君に関しては角地も出てこないっていうね、うん、リカルドはたまに出てくるけど、うん、それも別にレッドブルが出してるわけじゃなくて周りが勝手に言ってるだけなんで、ね、うん、別にレッドこれも、まあ、まさに周りが言ってるだけじゃないですか、うん、レッドブルがうちアルボンに3年オファーしてますって言ってないわけで、そこは正直レッドブルがどう考えてるかは、うん、もう今目の前に起きているそれこそアルボンとは契約しておらず、うん、アルファタウリー改め RB にはリカルドと角田を乗せているっていうこの事実しかないわけで、それはレッドブルがその人たちを評価しているということですよね。でレッドブルレーシングに誰を昇格させるかはそれはもう今決められないから決まってないだけで、はい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 、それは24年のドライブを見て、うん、これで角田君がリカルドに圧倒的な差をつければもちろん角田君がレッドブルにっていう可能性もないわけじゃないし、でもチェコが今年の前半調子良ければ別にチェコがまた25年も乗ってるだろうし、そうだね、うん、確かに現時点で決める理由が全くないんですよ。チェコを切る理由もないし、うん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 、チェコも契約上は一応、ね、そのまま残る可能性も全然あるわけで、うんうんうん、だからまあちょっと気が早いんじゃないかな、まあ、もちろんちょっと周りがね今動き始めちゃったんで、うんうんうん、レクレールにしろノリスにしろそしてハミルトンにしろ、うんうん、まあ、レッドブルもちょっと動かないとっていうのあるかもしれないけど、まあ別にレッドブルマックスがいれば別に一大体制でチャンピオン取れちゃうので、うんうん、まあこの先はそうはいかないんでしょうけど、はいはいはい、だからこそセカンドドライバーは、うん、それこそ2020年のアルボンとかのレベルじゃ困るっていう、1位2位が取れるドライバーじゃないと困るわけで、うんうんうん、1位4位とか1位5位じゃ困るので、うん、チェコがだから2位を確実に取れる
っていうとこまでちゃんと復帰してくれてれば別にチェコで構わないわけじゃないですか、うんうん、確かに、うん、だからまあちょっと蓋開けてみないとそこは何とも言えないんじゃないかなっていう気がしますけどね、うん、ハミルトンが移動しちゃったことでこうまだ来年の話なんだけど、ね、玉突きがどう動くかっていうところで、まあ、ウィリアムズも、ね、慌てていやアルボンと25年も契約しますよって言ってこう、うん、そう簡単には持ってかれちゃ困りますよみたいな、うんまあ、それだからレッドブルがアルボンと契約するには、ね、じゃあウィリアムズから、うん、アルボンに払う例えば3年間で20億円とかだ、はいはい、プラスウィリアムズに対して契約買い取るための違約金払わなきゃいけないから、うんまあ、それだったらやめときますわってなるかもしれないし、あなるほど、ね、いやそれ払ってでもアルボンうちは乗せたいんだってなれば、うん、もちろんそう払うかもしれないし、うん、それはまあ分かりませんけど、うんうんうん、まあウィリアムズからしても、まあ、もちろんそうとりあえずこうちょっと、うん、付箋を打っとくっていうのは、うん大事なところではあるでしょうね、うん、アルボンがそれだけ今実際にアルボンの評価って高いの結局ウィリアムズで走っててもそのチームメイトが、ね、同じような力を持っててバチバチやってて勝ってるっていうんだったらそれはもう誰しもが認めるんだけど、まあそうですね、チームメイトが当社比ってやつですからねそう、うん、だから実際の本当の中の人とサージェントだとねいや、まあうん、中の人はもちろんデータとか分かってるんで、うんうん、この車でこのタイム出せるのすごいよねとか、うん、この車でこのコーナーこのスピードで走れるのってすごいよねっていうのはあると思うんですよね、うん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 、だから、まあ、ウィリアムズが高く評価してるっていうのは、まあ、他の人たちも知ってるとは思いますけどまあだからさっき言った通りその速くなった成長したアルボンは確かに速いでしょうとただそれでマックスに勝てるかどうかは全くまた別の問題なので、うんまあ、それはメルセデスに乗ったとしてラッセルに勝てるかどうかっていうのもまた別の問題、はいはいはい、なぜならマックスだってラッセルだってこの何年間のうちに成長してるので、うんうんうん、2020年のままじゃないですからね、うん、マックスだって、うんうん、だからまあもちろんアルボンがいいドライバーだよっていうのは間違いないですよね、はい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 、ただ本当にトップで争える速いドライバーかっていうのは確かに太郎さんが言う通り、うん、比較対象がまだないので、うん、比較しようがないよねっていうのは確かですよねあやっぱそうなっちゃうね、うん、だそれに対して3年契約っていうのは、まあ、もちろん3年間25、26、27ガチッじゃなくて25年乗って、うん、で26、27の契約は、うんオプションで、はいはいはい、でアルボンの成績がダメだったらチームは解除できるよとか、はいはいはい、チームの成績悪かったらアルボン側も解除できるよみたいなうそういうのあると思いますけどねまあそういうことでまあまあアルボンもやっぱり、ね、次のステップ行きたいんだろうとは思うんで、まあ、うまくねタイミングが合えば、うんまあ、レッドブルの中にもいろんな考え方の人はいるでしょうしうんまあ結局レッドブルの中のドライバーはいっぱいいるわけだからうんうん、リカルドはまあちょっと別格としても、うんまあ、角田、ローソン、岩佐、うんうんまあ、ハジャールはまだちょっとまだまだですけど、うん、別にその人たちが育っていってレッドブルに乗れない理由はないし、うんまあ、さっき言ったみたいに確実にマックスの後ろで2位を取れる人であれば別にこれが誰でも構わないわけじゃないですか、うん、でもちろん角田君はホンダのドライバーでもあるから、うん、ホンダが26年にアストンマーティンと組んだ時に、うん、アストンマーティン取られるっていうだったら乗せても25だけで終わっちゃうから、はい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 、それは嫌だよねっていう気持ちにレッドブルがなるのも確かだと思うんですよね。あでホンダがいなくなった後に、うんまあ、レッドブルがじゃあ角田君乗せるってなるとホンダからの見返りなしに本当に角田君一ドライバーとしてお金を払って乗せるってことになるわけで、うんうん、そこに魅力を感じられるかどうかですよね、うん、それは今度は角田選手がしっかりと自分の実力を結果という形でチームに示さないとそのテーブルにはつけないってことだね、うんまあ、それがだから24年が勝負かなとは今の時点では確実にそうは言い切れないからレッドブルの昇格はないわけで、うん、あそういうことね、まあ、かといってリカルドもそうだし、うんうん、ローソンもそうだし、うんまあ、ローソンに至ってはアルファタオリ改め RB のシートすらないわけで、うんうんだからレッドブルに乗せて確実にセカンドドライバーの仕事ができるよねって言えるドライバー今のところレッドブル陣営にはいないっていうことですよね。なるほどなるほど、うん、そ
するとこうちょっと視野を広く見て良さそうなドライバーには声をかけるみたいになっていっちゃうと、ね、でもアルボンだってリカルド角田より遅い可能性だってありますからね、直接は比べてないんだから、うん、確かに確かに、うん、ウィリアムズでは速いかもしれないけど、ウィリアムズに角田が乗ったらもっと速いかもしれないですからね。あ、そうね、うん、なるほど、まあ、なかなかちょっと、うん、まあ、だから実は比較対象が乗ってないだけに、うんうん、ちょっと難しい、ね、課題評価されている可能性もなきにしもあらず、うん、早いには早いんだろうけど、うん、そうではないとは思うけど、うん、飛び切りではないかもしれないとかね、うん、まあだから決まってから教えてけろって感じなんですよね契約してから教えてけろっていう、ね、ピーターさん頼むわほんまみたいなねはい、ということで、はい、興味がある方はピーターさんの YouTube 探してみてはいかがでしょうか。はい、マールボンの真の実力がどうなのか、また24年シーズンで見極めてきて、見極めてください。よし、アルボン頑張れと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、 F1 ライフアイテムは概要欄から。ありがとうございました。